はい、どうもこんにちは、フル。今日はね、ストレート電検、いわゆる縦ブレ、縦ブリっていうんですかね、の紹介します。これハイモンドの HK704 ってやつですね。これね、金沢のね、無線機屋さんで中古で買ったんですけどね、あ、ちゃんとカバーもついててね、動作もバッチリだったんで非常にね、いいですね。はい、ちょっとね、音を出してみましょうか。繋がってるのは705ですね。705、はい、下手ですね。いや、すいませんね。普段ね、縦ブレ打たないんでね。でも一応ね、たしなみとして持っときたいなと思ってね、買ったんですけどね。あとね、大部さんにはね、とりあえず打ち方が全然違うと。僕ね、なんかね、ギターやるんでね、ギターのね、こう弦弾いてるみたいな感じで叩くんですけど、手首らしいですね。うん、手首使うんだよって言われたんですけど、まだね、縦ブレの域に達してないんでね。もう全然嘘ですいません。だから当局の真似はしないでくださいっていうね。ただこの方が早く打てそう。早く打てそうな、まあわかんないですけどね。まあ正しい方法で打った方が絶対いいんじゃないかなとは思いますけどね。なんかね、和むんですよね、縦ブレで。あとめっちゃ緊張感ありますよね。ね、もう自分のコールサイン打つの精一杯ですからね。これ打てればね、なんとか更新はできるとね。で、縦売れいいのはやっぱりね、TU とかね、3機送るときね、最後伸ばせるのがね、これパドルだとね、超音伸ばせないんで、ここに味があるかなと。ね、73ですね。まあ遊びですね。これでね、数回更新したことあるんですよ。確かね、YouTuber のディスコさんで更新した時にね、こっちも縦ブレで、向こうも縦ブレでやったことあるんですけど、ディスコさんはね、キャリア浅い割ね、めちゃくちゃね、流暢でね、いいんですけど、東京はもう聞くの精一杯でね、打つのはもうボロボロですけどね。でもね、打ってるとなんか楽しい。うん。縦ブレはね、単に楽しいんですよね。やっぱりメカニカルな音とかアクションとか手の動きとかあるんで、フィジカルにいいんでしょうね、これね。あとこのカチカチ音も結構好きなんですよね。ちょっと705絞りますけど。だからね、うるさいって言われるかもしんないんですけど、心地よいね、カチカチ音がね。ね。いやー、いいですね。久々にね、触ってるんですけど、ね、すごくいいですね。これ704ってそんな高いやつじゃないですよね。これ中古でね、多分6000円ぐらいで買ったと思うんですけど、非常にね、気に入ってますね。はい。ね。あ、ケーブル適当ですいませんね。怒られる前に謝っときますね。これね、金沢の無線機屋で買って、で、まあ、中徳さんなんですけど、で、そのままね、マルツ行って、とりあえずなんかケーブルくれって言って、標準 3.5 ミリのね、モノラルのコネクターのついたケーブル買って、で、自分で、剥いて作ったんですよね、その場でね。ハサミしかなくて。なんでこんな適当な配線になってますけど、ね。非常にね、東京実は電信大好きなんで、さっきのね、ベンチャーの動画もそうですけどね。皆さんよかったらね、電信更新してください。まあね、なんでね、電信最近ちょっとね、またちょっとやってるかっていうとね、コンディション悪い時にね、電信なら遊べるなっていうのをちょっと考えてて、今ね、サイクル25でね、めちゃくちゃコンディションいいんで、SSB バンバンできて楽しいんですけど、これね、コンディション落ちちゃった時にね、楽しくないと無線やめちゃうかもしれないんで、そういう時はね、電信で、ね、まあ、そんな遠くと DX できなくても遊ぼうということでね、ちょっと趣味ですね。趣味の一環として、まあ、趣味って、別に SSB 本業でも何でもないんですけど、
まあ、あの、なんちゅうんですかね、あの、新たな選択肢を用意しておくという点で、電信、しかもね、縦ブレとかね。いや、いいですね。また更新したくなってきたな。またぜひとも皆さんね、あの、聞こえましたらよろしくお願いします。JK3OTH なんでね。あの、これぐらいの速度でしか打てないんで、あ、こいつやべえやつだなと思ったらね、あの、QRS してね、遊んでください。よろしくお願いします。じゃあ今日はね、ハイモンド HK704、こちらね、説明でございました。それじゃあこの辺で終わっておきます。73。